そうですね。どうも、ゆうにょです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。やっぱ体格差きますね。うん、ああそうですね、身長は同じぐらい、佐藤さんのがちょっと高い。そうですね、カホの方がちっちゃいと思いますね。ちょっと影選手、佐藤村選手を語ってくださいよ。ああ近くだから、有料の時間だから。あ、そうですね、あんなことやこんなことや、こんなごまかしたって無理です , 笑っていや、実は本当にあんま話したくない。有料時間帯ですので ね、 そうですね、私のなんていうんですかね。あ、でもそうだね、戦場だったしって入ってるように、不思議なくらい影選手は戦場だったことを忘れられてるというか、それはいいことじゃないですか。あ、そうですね、やっぱ戦場を退団して、あの戦場をやめてよかったんじゃないっていう声を。当時は一人いたんですけど、うん、もう練習生の頃にいなくなってしまったので、私一人でしたね。そういうことは今はないですね。ただ今戦場の新人の橋本千尋っていう子が、はいはいはい、私と一緒に入門テストを受けた子ですね。あのレスリング、そうです、レスリングのすごいがっつりした子です。タックルとか超キレッキレの子ですよね。はい、で、私はもともと柔道やってたんで、うん、あれだったんですけど、その千尋が、まあ、戦場入団するまでに何か、した方がいいですかって言ったら、うん、レスリングじゃくらいはならなくてもいいかもしれないですねって言われて、レスリング始めたらそっちの方がいいんで、ずっと見たくなって。え、何、戦場に入るためにあの人はレスリング？そうですよ、はい、すそっちがずば抜けてよかったんで、うん、このまま高校大学の、これは選手のシングルとか見たいです。あ、そうですね。実はですね。いやー、そこをやっぱり、そうですね。そこは逃げて通りましょう。逃げて。なんで？いや、負けないですよ。里村さんはやっぱり、もう辞めてどのくらい？辞めてでも2年目になります。そっか、そうだ。はい。実質1年ちょっと。あ、じゃあ大阪から仙台に引っ越したというか。そうです、今入門したという、はい、はい、中学卒業してすぐ仙台に来ました。誰だ、ヒレンとか。ヒレンさんいました。ヒレンさん、水波さんで、十文字姉妹の方、はい、で、はい、まあ奥田さん、あ、はい、奥田はい、奥田さんいたね。はい、いましたね。奥田さん最初に出た団体オズでしょ。あ、そうなんですか。アジアポングタのシングル、ね、当時は良かったのにね、うん、あ、言っちゃった。その後なんか変な名前に変わった人だよね。ティラノザウルスに変わった。カケツってどっからカケツになったんですか。自分、ファンの方から募集して、うん、カケツって選びました。あ、大阪出身だから。はい、大阪出身なんで、うん、大阪にちなんで名前を募集して。あ、え、他に候補とかで覚えてるのないですか。たこ焼き、ゆかりとかオクトパスとか。あ、最初は石のゆかり。そうです、はい、うん、1年間だけ、はい、うん、そうなんです。なんでたこ焼き、ゆかりにしなかったの。カケツってでもリンガアナにとって嫌なの。あ、いや、そんなでもないですよ。あ、言いにくい。いや、カケツはそんなでもないです。ナンバカ月とかですよね。そのままじゃないですか。カ月って下の名前になる。ダイナマイト関西っていう、ね、お笑いがあるようにね、ナンバカ月っていうレスラーがいたっていう。ああ、ったってことで。でも自分カ月っていうリングネームになって、うん、その記念で第一戦目に戦ったのが関西さんとシングルマッチだったんです。大阪大会ですか。そうです、はい、食らった最後のダイビングとか。今もうなかなか出せないですよね。あ、
攻め込まれてますね。そういえば最近ホットスタンプやっていないですね。もうなんか、あーそうですね、でもロンゲがロンゲがたまにもないことかもしれないけど、ホットスタンプってやる側の人の方が、間違えると自分の足りるようになるんですけど、うん、そっか、中島さんか、うん、やってますね、うん、あー、やってますね、そうですね、そうですね、おー里村さん、ちょっとでかくなりましたか、そうですね、でかくしてるとは聞きました。あー、そうなんですか。小林加穂はでもウェブとか公演してるんであったことがないから、うわ、一発一発の気合いの入り方が、あ、悔しいな、見ててそうですね、チームメイトの、これ普通のバックドロップですからね、うん、なんかもうちょっと違う技に見えますよね、もうね、福原さん見るともう練習のことしか思えない昔あの福原さんって指示することしかほとんどなくて、うん、自分の密着取材の時に、うん、本当まれにまるにない里村さんが、うん、私とスパーリング、シュートのスパーリングなんですけど、その時に鼻血出した、初めて鼻血出した記憶があります。やっぱ怖かったですか、当時。怖い、まあそうですね、当時はやっぱりまだド新人だったんで、うん、はい、怖い半分、うん、やっぱり見せつけないっていう気持ちですね。有料放送なんで言いますけど、これから二重課金ですよ。はい、もともとガイアジャパンに入りたくて、うん、でガイアジャパンが解散した時に、ボスアカデミーと戦場っていう選択肢ができたんですね。うん、で、まあ自分のミスズが、オスだったら、バッグ買ってこいとか、うん、そういう薬に使われるから、うん、お願いしなさい。あまあ、あと実際に先生に入ってるかもしれない。いやいや、そんなことない。まあでも、あとは続きはミスズで、まあ、続きはミスズで続きはミスズの有料放送が今度はミスズの部屋だね。うわぁ、恐ろしい。まあでも里村さんってやっぱり信頼関係ってすごく強かった部分があって、うん、選手はオズを蹴った。いや、そうそうですね、結構的にもそうですね、うん、なんか選手を蹴ってオズに行った簡単に言うことあ、でもあとは里村さん、決めるぞ。そうか、ね、鈴の変わり方ってすごい、今尾崎さん自分の娘が大勢に上がりなさった時からポンって来て、ちょっとゲストになりました。ミスズは怖いですよ、本当ミスズゲスト面白いな。あれ、そういえばこの高校の時にあのかけつさんのお母さんとかほちゃんのお母さんが初めてニヤミするんじゃないかっていう あったんですか。会いました。そうです。どんな感じだったんですか。いや、もうなんか初めて会ったとは思えないくらいの、うん、ラキアロー、あーって言ってました。おしぼりだねみたいな感じの息やっぱ息張っちゃうよ、ここは海の気がしないガストンドルスラー加藤先進地ぐらいでしょ、まともなの。まともなの。加藤さんのお母さんはまともなの。すごい喧嘩ですね。アメリカにしてることがない。そう思ったら面白い。いつもいる。そうなんだ。ね、見れば、あの人だって、明るくなる。もう、見えたら、そんなに入ってくる。
やった。はい、がっつりスリーポイントですね。全然解説しない。シュート57秒、勝者、佐藤ラーメン。まあ、とりあえず、はい。バレーボールから片襟の風で笠原選手が勝ちます。パスとか、まあ、最初は一種の怒り、そうです、はい、うん、1年間だけ、はい、うん、そうなんです。なんでたこ焼きゆかりにしなかったかけつすればリングアナにとって嫌なの。あ、いや、そんなでもないですよ。あ、言いにくい。いや、かけつはそんなでもないですね。ナンバかけつとかですよね。そのままじゃないかげつ。かげつって下の名前になるんだ。ダイナマイト関西っていうね、お笑いがあるよね。ナンバかけつでも自分カゲツっていうリングネームになって、うん、その記念で第一戦目に戦ったのが関西さんとシングルマッチ。あ、大阪大会ですか。そうです、はい、やった最後のダイビング、うん、今もうなかなか出せないですよね。攻め込まれてますね。そういえばさっきホットスタンプやる人いないですね。もうなんか、あー、そうです。ロンゲがロンゲが、たまにもないことかもしれないけど、ホットスタンプってやる側の人の方が、ちょっとだけ間違えると間違えると自分の足の方が大きくして、そっか、中島さんか。うん、やってますね。ああ、やってますね。そうですね、そうですね。おお。里村さん、ちょっとでかくなりましたか。そうですね、でかくしてるとは聞きました。ああ、そうなんですか。この千尋が戦場入団するまでに何かした方がいいですかって言ったら、うん、レスリングじゃあくらいはならなくてもいいかもしれないですねって言われて、レスリング始めたらそっちの方がいいって、自分になって何、戦場に入るためにあの人はレスリング、そうですよ、はい、すそっちがズバ抜けてよかったんで、うん、このまま高校大学いつか俺は彼女のシングルとか見たいです。あ、そうですね、実はですね、いやー、そこをやっぱり、そうですね、そんな逃げて通りましょう。逃げて、なんで、いや、負けないですよ。里村さんはやっぱりもう辞めてどのくらい、辞めてでも2年目になります。そっか、そうだ、はい、実質1年ちょっと。あ、じゃあ大阪から仙台に引っ越したというか。そうです、はい、入門したという、はい、中学卒業してすぐ仙台に来ました。うん、誰だ、ヒレン。ヒレンさんいました。ヒレンさん、水波さんで十文字姉妹の方、はい、で、はい、まあ奥田さん。あ、はい、奥田。はい、奥田さんね。奥田さんいたね。はい、いましたね。奥田さん最初に出た団体オズでしょ。あ、そうなんですか。アジアコングタのシングルで、へ、当時は良かったのにね、うん、あ、言っちゃった。その後なんか変な名前に変わった人だよね。ティラノザウルスみたいな。カケツってどっからカケツになったんですか。自分、うん、ファンの方から募集して、うん、カゲツって選びました。あ、大阪出身だから。はい、大阪出身なんで、うん、大阪にちなんで名前を募集して。あ、え、他に候補とかで覚えてるのないですか。たこ焼きゆかりとかで、あ、まあ、自分のミスズがミスズが、オスだったら、はい、大阪に、
まあ、あと実際に戦場に入ってる場所もいやいや、そんなことです。まあでも、あとは続きは見すぎて、まあ、続きは見すぎて続きは見すぎの有料放送も入れて今度は見すぎの部屋だね。うわー、恐ろしい。まあでも、里村さんってやっぱり信頼関係ってのは強かったと思います。うん、選手は嘘をけた。いや、そう。そうですね。うん、なんか戦場蹴って大勢に簡単に言うか。まあでもあとは里村さん。そうか、ね。鈴の変わり方ってすごい今大崎さん。自分の娘が大勢に上がり出した時からポンって。そうですね。鈴は怖いですよ本当。みんな見続けると面白いな。あれ、そういえばこの工場の時に、あの、かけつさんのお母さんとかほちゃんのお母さんが初めて、そうだ、ニヤミするんじゃないかって、あったんですか？会いました。そうです。どんな感じだったんですか？いや、もうなんか、初めて会ったとは思えないくらいの、うん、ラキアロー。あーって、言ってました。久しぶりだね、みたいな感じの勢いで。やっぱ息張っちゃうな、ここは。本人の悔しい。そうですね。どうも有料です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。やっぱ体格差きますね。うん、あ、そうですね。身長身長は同じぐらい。佐藤さんの方がちょっと高い。そうですね。カホの方がちっちゃいと思いますね。カゲス選手、里村選手を語ってください。ああ、正確だから有料の時間だから。あ、そうですね。あんなことや、こんなことや。そんなごまかしたって無理です。, 笑って。いや、実は本当にあんま話したくない。有料時間帯ですなんでね。そうですね。私もの、なんていうんですかね。あ、でも、そうだね、戦場だったしって入ってるように、不思議なくらい花月選手は戦場だったことを忘れられてるというか、それはいいことじゃないですか。あ、そうですね、やっぱ戦場を退団して、あの、戦場をやめてよかったんじゃないっていう声を。戦場っぽくなかった人なんじゃない。かもしれない。当時は一人いたんですけど、うん、もう練習生の頃にいなくなってしまったので、私一人でしたね。そのことは今はないですね。ただ今戦場の新人の橋本千尋っていう子が、はいはいはい、私と一緒に入門テストを受けた子ですね。あのレスリング、そうです、ね、レスリングのすごいがっつりした子です。タックルとか超キレッキレの子ですよね。はい、で、あの、私はもともと柔道やってたんで、うん、あれだったんですけど、そのウェブで公演をするんじゃなくてことがないから、うわっ、一発一発の気合の入り方が、あ、悔しいな、見ててそうですね、チームメイトの、これ普通のバックドロップですからね。なんかもうちょっと違う技に見えますよね、もうね。つくらさん見るともう練習のことしか思えない。昔、あの、つくらさんって指示することしかほとんどなくて、自分の密着取材の時に、うん、本当まれに、あれですよ、まれにない里村さんが、うん、私とスパーリング、シュートのスパーリングなんですけど、やってたんですけど、その時に鼻血出した、初めて鼻血出した記憶があります。やっぱ怖かったですか、当時。怖い、まあそうですね、当時はやっぱりまだド新人だったんで、うん、
はい、怖い半分、うん、やっぱり見せつけないっていう気持ちですね。あの有料放送なんで言いますけど、ここから短くですよ。はい、あのもともとガイアジャパンに入りたくて、うん、でガイアジャパンが終わっあの解散した時にボイスアカデミーと戦場っていう選択肢ができたんですね、うん、で